ニュースで見るひどい事件や事故、その被害者たちはなぜか素晴らしい人ばかりだと思いませんか実は、魂の目的があるんです。皆さんこんにちは、片桐咲です。さあ今日はですね、まあ三浦春馬さんたちもそうですけれども、まあ、犯罪被害者のね魂についてお話をしたいと思います。 今日はスピリチュアルの話になりますけれどもこれもねタイミングではないんですけどねちょっと今のうちに出したいと思います。っていうかねあの去年ね出す予定だったんですけどね出しそびれてしまったっていう感じなんですけどね。でまあ最近ね今後の YouTube どうするかってお話ししてましてまあ 今のうちにいくつか出しておくってお話もしてましたけれども、でも、まあ、4月半ばくらいからね、まあこの動画は、まあ4月28日くらいに出そうかなと思ってたんですね。まあ、そしたらたまたまですね、ちょっと昨日ニュースで、なんかアミエーズがまたなんか言ってるみたいなね、のを見直して、あの別に私それに合わせてないですからね、あのたまたま被ったというか向こうが年能力者かみたいな感じで抑制しようとしてんのかなとか思っちゃいましたけれども、まあ、まだ言ってんだみたいなね、ちょっとよほど困るんでしょうね、なんかね。 あの、ま、それでね、どうしようかなと思ってね、ちょっと時期ずらした方がいいのかなとも思ったんですけど、私これ本当は去年出す予定だった動画なので、出しそびれたやつですし、私最初からね、この時期に出そうかなと思ってたんで、ここはね、マイペースに出します。で、最近たまたまその池袋のね、事故の裁判とかもありますけど、ちょうどね、なんかタイミングが重なってますけど、あの、今回たまたまであの別に狙ってませんからね、むしろちょっとかぶっちゃって微妙だなって感じなんですけど、 ねまあしょうがない。ちょっとあの、今後のね、私のやり方がありますので、今ね、発信したいと思います。で、あの、今後ですね、あの、でにご案内してますけれども、音声メディアの方にね、移行していこうかなと思ってますので、ぜひね、あの、スタンド FM のね、フォローをお願いいたします。あの、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひそちらから飛んでみてみてください。お願いいたします。で、今日のテーマですけれども、 犯罪被害者は〇〇の魂というお話をしたいと思います。そういった方たちの魂っていうのはどういうものかっていうのをね、お伝えしたいと思います。まあ、ニュースを見ててもね、とてもひどい事件ですとか事故とかありますよね。で実はね、その魂のね、目的とかがあるんですね。 皆さんもね、ニュースとか見てて思うと思うんですけど、結構ね、例えばね、まあ新幹線でね、あのね、突然通り場みたいな人にね、刺された男性、亡くなった男性とかもいらっしゃいますよね。まあ、女性を守るためにという感じでね。そういう人たちってね、大体が素晴らしい人なんですよ。大体が、なんであんない人がとかね、すごくね、優秀で人徳もあって、もうすごくみんなに好かれてて、まあ頭も良くてとかね、仕事ができてとかね、大体そういう方たちなんですよ。あの、例えば、 ね、光星殺人事件のね、あの、ご遺族の方たちも、確かなんか結構ね、優秀な会社に勤めてらっしゃったと思うんですけれども、今回のね、例えば、その池袋の交通事故の件とかもいろいろありますよね。池袋の事故もね、あれによってね、まあ、高齢者のね、運転の規制とかを皆さん考え始めたと思うんですね。まあ、どうしたらいいのかっていうことでね。なんであんなたくさんの人たちは、そしてなんであんなね、綺麗なね、奥さんとね、可愛い子供がね、殺されなきゃいけないんだ、亡くならなきゃいけないんだって皆さん思うわけですよね。 こうやって大きな問題大ききなな問問題題事故というのは社会に問題提起を与えててくれてるんですでそういったねあの被害に遭う方っていうのは実はですね愛ある魂なんですよ。であのこれはね結構ねこういった事件によって世の中が変わるきっかけになったりとか社会に問題提起をしてくれたりですとかそういった、ね、ものをもたらしてくれる魂ってことなんですね。 で特にまあ逆なれなくなったね方たちもいますよねまあミヤさんとかまあ目黒のヨアちゃんとかもそうですけどもまあすごい可愛い子でねなんであんな可愛い子がこんな身に合わなきゃいけないのっていう感じだと思うんですねでこのなんであんな良い人がこんな身に合わなきゃいけないのっていうのが実はその魂がこの社会にね問題提供を与える上で大切なことなんですあんなに可愛い子があんなにいい子がっていうのがあるからみんなは すごくそれで怒りを覚えるわけですよねなんでこんなことしたんだみたいな感じでねこんな社会おかしいっていう風になるわけですよそれがないと社会変わらないんですね逆に例えば皆さんがまああいつすごいムカつきよねみたいな人がいたとしてそんなねムカつく人が例えばひどい目に遭いましたって事件の被害に遭って亡くなりましたって言ってもあそうざまめろじゃないですけど別になんとも思わないと思うんですよそこまでねその感情が揺さぶられないわけですね ただあんなに可愛くていい子たちがあんなにね素晴らしい人が何でこんな目に遭わなきゃいけないのっていう風になるからこそみんながもうおかしいよよねってななるわけなんです大体いいそういったねすごいね社会に影響を与えるようなその辛い目に遭う方たちとか。 犯罪被害に遭われる方っていうのは、実は魂のレベルが高くて、他の人のね、身代わりになってあげてたりもするんですね。他の人がその役割をやるのはかわいそうだから、まあ、じゃあ自分がやります代わりにみたいなね。まあ、そういった愛ある魂が、その社会を良くするためにとか、みんなに問題提供するために、あえてその自分を犠牲にしてね、そういうことを教えてあげてるって魂だったりするんです。だからね、あの本当に結構、なんか大体ね、そのね、 理不尽なめで殺された方たちとかね、見てればわかると思うんですよ。あの、例えば、あおり運転とかもね、そうだと思うんですけど、何かそういった事故とかね、もうその事件とかでもそうですし、社会に影響を与えたりとか、そういった方たちっていうのはね、そういった愛ある魂、魂レベルが高い方たちが多いんですね。うん であの昔ね、電通の過労死された、ね、あの高橋まつりさんって方もいらっしゃいましたけども、あの方は自殺ですけれども、でも私は被害者だと思ってまして、やっぱりそれまで過労っていうのもそうですしね、あとパワハラとかセクハラもあったみたいな形でね、伺ってますから、まあ、そういったね、被害によって、まあ、う,うつ病を発症して、自殺されたってことですよね。で、この高橋まつりさんの時はね、私もあの厚労省に電話をしまして。 まあ全然高橋まつりさん、あの、個人的に存じ上げませんけれども、まあ、全通を強制捜査しろとね、まあ、厚生労働省に電話をして、まあ、結構いろいろ情報も提供したんですけれどね、まあ、その時はね、まあ、私遺族でもないしね、そんなことやれても、みたいな感じだったんですけど、腰が重そうだなと思ってたんですけど、翌日ね、ヤフーニュース見てたらね、まあ、厚生労働省、全通強制捜査、みたいなね、なってまして、やるじゃん、おじさんたち、みたいな感じでね、思ったんですけどね。で、あれもね、あの事件によって、 やっぱりみんながね、その働き方について考え直してね、その過労についてね、見直したりですとか、企業のね、あの労働時間をね、偽ったりとかね、残業とかも結構嘘ついてね、書いたりするじゃないですか。まあ、そういったのをね、偽ったりとかのね、問題ですとか、そういうので、社会への問題提供してくれてるわけですよね。なんであんなに可愛くてね、その東大卒でね、お母さんのために一生懸命頑張ってきたあんなにいい子がねそ、そんなね、自分でね、命を追い込むような目に遭わなきゃいけなかったのかって、みんなが思うわけですよ。 で、これが、あの、東大卒で、まあ、お母さんと一緒に生きてきて、お母さんのために頑張って、あんなに可愛い子だからこそ、みんながそこまで思うわけなんですね。なんて、そんなひどいことをするんだ、みたいなね。そこまで素晴らしいからこそ、まあ、みんなの心を動かせますし、社会に問題提起ができるんです。で、こうやって、何かそうやって、社会を変えるために、 自らをね、犠牲にしてやってくださってる魂なんですね。三浦春馬さんたちもそうですけども、結局そういった自分の命を犠牲にしているからこそ、みんながこうやって何か世の中で起きていることに気づいたりとか、それによって立ち上がるんですよ。でその時にね、全然愛されてない方たちが亡くなったってみんなそこまで思わないわけですよ。あ、そうなんだ、みたいなね。あんまり知らない方ですとか。 あんまりそんなに好かれてない方たちがねそういうふうにあったからってあそうなんだぐらいにね思うかもしれないじゃないですかでもそれがもうみんながあの方が亡くなるなんてもうひどいっていうねまあ本当に深い悲しみですとか怒りとか、まあ、やるせなさがあるからこそ皆さんもそれについて調べたりですとかもう何とかしなきゃならないっていうふうにね原動力になるんですすごく貴重な命だったのに貴重な方たちなのにっていうのがあるからこそすごい怒りになるしすごい原動力になるし。 世の中を変えなななななきゃいけないいいけけっていうパワーになるわけなんですよそれがないと、ね、動かないわけですよだ、そういった方たちへの愛でみんなを動こうと思うわけですからそういった、ね、皆さんに、ね、愛される人とかそういう素晴らしい人たちが自分たちを犠牲にしてね世の中に伝えるっていう目的でそういう、ね、あの役割を担ってるっていう感じなんですよね。ですからあのそういうね大変な目で亡くなられた方とかっていうのは犯罪被害とかはね愛ある魂だというふうに言われています。 で、前にね、その、ま、生き量や年のお話とか、エネルギー合戦のお話、今までしてきてますけど、じゃあなんで勝てなかったのかってお話をね、してましたよね。で、その時にもちろんエネルギーのね、まあ、パワーの強さの問題もあるんですけれども、もう一つはね、もしこれが生まれる前に決めてきていたら、 生まれる前に自分の使命というか、ね、宿命としてこういう亡くなり方をして社会に問題提起をする社会を変えるために自分がそういう、ね、亡くなり方をするってことをもう生前に決めてきてたら正直そこを変えるのは、ねまあ、ないと思いいますできななかと思います。 まあなんでここは、ね、あのどんな使命で、ね、生まれてきたかはちょっと私もそこまでは霊能者ではないので分からないんですけれども、まあ、基本的にそういった、ね、あの社会に影響を与えるような犯罪被害ですとか、まあ、事故とか、ね、そういったものに遭われる方たちの魂っていうのは自分たちの命を使って、まあ、世の中を改善するために。 自ら犠牲になななるような愛が深くてて魂魂レベルの高い魂ってことなんですですから私たちがこういったね、まあ、自らの命を犠牲にしてまで教えてくださっている魂に対して、まあ、本当に感謝とあのお悔やみを申し上げるとともにこれを生かしてね私たちがこの世の中を改善していかなきゃいけないんですよせっかくそのメッセージとか問題提起を命がけでやってくださっているわけなんですね、まあ、ですからそういったものを大切にねあのしっかりとメッセージを受け止めてねいきたいと思っています。 ということで今日はぜひこのことを覚えておいてください。そしてぜひ皆さん今後はスタンド FM に登録をしておいてください。よろしくお願いいたします。風の次第に色の波動で羽ばたく。開運するオンラインプログラム。最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。See you next time.